おはようございます。お疲れ様です。斉藤です。こんにちは。はい、斉藤です。はい、本日はクリスマスです。イエーイ、メリーメリークリー。ニコニコちゃんです。皆様どうもどうもどうもメリーさん、眠いね。エリーさんは基本的に興味が薄い子です、はい、ちょこっとずつ心を開きつつある仕草はあります。こいつはこいつ暴れん坊です。まあ若いんでね、こっちが。そうなんです。はい、そして、うん、2人のブームのニジマスくんです。はい、ニジマスくん、ニジマスくん、ほい、ダイソーで売ってます。お魚くわえたニコちゃん、よいしょよし、よし、遊ぶとかではない。そう、もうお昼寝したい。取り返したっていうね。そう、はい、はい、今日はこの生まればあります。よいしょ、おやつタイムやりますか。おやつタイムやる。乗らないでもらえますか。エリさんもやります。ちょっと飛んじゃってるよ、白く。で、今日はですね、こいつおやつで遊んでみようと思います。これはノーズワークマットって言って、うちの L&C で販売してるワンちゃんのおやつを探す遊びマット。そうですね、なんか家庭犬とかだと結構嗅覚があまり使うことがないことが多くて、うん、このワンちゃんたちの習性、ノーズワークっていう、その鼻で匂いを嗅ぎ分けておやつを探すっていうトレーニングというか、を使ったゲームというか、はいはい、ストレス発散にもなるし、おすすめです。これでこのおやつを隠していきます。暇でずっと寝てたりするワンちゃんにはすごいストレス発散になるので、うん、こんな感じでピッピッ、はい、おやついっぱい使わなくてもちっちゃく切ってこうやって遊べるから、すごいこうワンちゃん的にはたくさんご褒美をもらった気分になるというありがたいマットです。あ、これさ、ベージュと白でね、すごい可愛くて。そうね、このマット裏面も滑り止めになってるから、床の上とかに置いても滑らずに遊べるからめっちゃいいです。よいしょ、はい、はい、隠しました。隠しました。はい、もうマチくたびれております。おまた、何その足はい、来たよ。生まればね、匂いがするから。そう、これ匂いがするおやつじゃないと、うん、結構成立しないかもしれないよね。そうですね、指向性が高いもので、ね、うん、ほい、お待たせしました。待って、よいしょ、はい、探してください。すごい匂いがする。閉めるかな。大丈夫よ、見つけれてる。よいしょおお、2個ゲットだね。え、メリーさん、メリーさん下行っちゃってるから。あった。お、上手、手で探して。メリーさん下行っちゃってるよ。それは。みちゃん、みちゃん、こっちこっちこっちなんだよ。ここのどっか、ここのどっか。これめくれないか。あった。めっちゃ。ダイソンのように吸い込んでるよ、ニコが、うん、あ、見つけた。メリーさん、こっちにもあるんじゃないの。あ、メリー見つけたよ、うん、今あったじゃん。おいしい、達成感を味わえるという、うん、メリー今ここにはまってる。ニコがすごいスピードで探してた。おー、いっぱいゲットしてます。メリーさん、もうここないと思うよ。こっちこっちこっち来たら、ニコの活動範囲がすごい、うん、激しい激しい激しい
切れ出したイライラしないよ。怒ってんの？イライラしてんの？取れた？怒ってんの？怒ってんの？ブーブー言って取れた？よかったね。メリさん、メリさん、下にはないから。争い事にならず、全部食べましたか？メリーの鼻息あんま聞こえないけど、うん、ニコの鼻息すごくない？うん、はい、全部食べましたね。食べたかな。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ。メリーさんをイコイコしてると、ここに、おい、私のこと忘れてんじゃねえよってやってきます。もう終わりよ、ニコさん。終わりです。はい、そんな感じでおやつも遊びながらゲットできる、うん、楽しいシステムです、うん、これね、だから結構売れてます。そうだね、これともう一種類ちょっとちっちゃめのがあるんだけど、うん、それも人気で、うん、そうですね、色も可愛いので、はい、ぜひぜひということで、本日なんですけれども、はい、やばいものがあります。やばいものがあります。はい、なんだ。あのですね、いつもいつもうちはですね、ご近所さんにいろんなものをいただけるんですけども、ありがたい、生きていける、はい、今日もね、お隣さんとお隣さんにいただいてしまいまして、はい、じゃあハルピーさん、ちょっと見せてください。はい、なんかよっでか大根、医療大根、はい、まずね、すごい大根です。めっちゃ大きいの、すごい、うん、重い。葉っぱまで取ってくれてね、洗ってくださって、畑がね、あるから、うん、そしてこっちもやばいよ。持てます？持てます。あ、なんか氷が入ってる。オープンします。はい、オープン。うわー、ブリ。すごい、ブリだって。でっか。やばいよ、やばいよ。ワンちゃんも食べれるらしいよ、ブリ。おー、うん、ただ、あの湯煎して、そうなんだ、うん、あのしゃぶしゃぶみたいにしたらいいみたいです。生じゃなくて、うん、ワンコも食べていいって、ネットに書いてあった。やったじゃん。で、こっちはいただいたやつ、これもカサゴ。カサゴ、うん、カサゴも刺身食えんじゃないかな。それ、あのヒレ針になってるから気をつけてね。これ、うん、こんなにいっぱい。やばいよね。やばい。とりあえずちょっとこれを今日ブリです。ブリをね、ブリしゃぶ食べます。おい、ブリしゃぶ食べる人、ちょっと下で見ます。よっ、よいしょ、ほら、すごい、見て、ほら、いつも遊んでるお気に入りのお魚の本物だよ。すごいよね気になる、これが気になるのか。そこ上げちゃって、どうです、すごいよね。あ、これなんだ、ニコ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 、これ見て、うわー、すごい。ということで、これをね、なんか釣り行くらしいんですよ。あ、ちょこちょこ。前は、うん、稲田？稲田っつって、これの子供ね。いただきましたね、うん、いっぱい。そう、前ももらっちゃってさ、今回もいただいてしまって、はい、すごいよ、このサイズ。すごいよね。何センチあるのこれ？50センチ以上ある。うん。60センチぐらいある。尻尾までやったら。はい、まず、まあ2匹は一気に食べきれないから、ちょっとさばいて保存しないといけないので、はい、とりあえずお昼は、お刺身食べる？ブリ丼。ブリ丼、ブリ丼にする？ブリ丼、刺身ブリ丼。じゃあちょっと僕もあんまやったことないですけど、さばいていきたいと思います。やったー、さばいていく、さばいていく。サバではないブリチャレンジします。まな板が足りません。まな板、もう一個でも高さ違うですね。うん、同じものは2個ないですね。いけるかな。魚がごつすぎるので、うん、ハルピンさんにプレゼントしてもらったモーラナイフでやっていこうと思います。イエーイ。どうだろうね、切れ味と、オピネル。はい、まあ、モーラで頭を落とせると思うんだけど、うん、使いやすい。よっ、でかい。すごい。これやばくない？やばい。見てんの。これ、
これ見て、これこれこれすごいよ、本物のお魚よはい、はい、すごい、楽しみだね、ね、楽しみだね。一応ネットでなんとなく見たんですけど、うん、まず鱗を落とすんだけど、お、削り取るぐらいで取っちゃっていいって書いてあって、うん、結構いかつい鱗がいっぱいあるから、うん、ごっついよね、うん、いやすごいな、ニコが心配そうに見てますさばいてくれてるのありがたいね。ね、でもさ、このサイズなかなか現れないよね。どっちにしても。ん？スーパーに？ああ。なんかもうさ、ちゃんと切ってさ、切り身にしてくれてる人がありがたいなと思って。ね。これご飯にありつけるんでしょうか。なんて？時間的にご飯にありつけるんでしょうか。いつかはありつけるよ。時間がすごいかかる。大丈夫さ。はあ、すごい。お腹鳴りまくってますけど大丈夫ですか。食べていいさ。お腹すいた。ミミズ？アニキサス？アニサキスかな、これ。これは刺身分？そう。むずいね。はい、ブリのブリシャブです。ブリシャブです。どう？ちょっとずつ食べてる。食べれるでしょ。違うかなって。君さ、全部バラしてるだけなんだよ好きにやってくれ、うん、大丈夫？はい、食べましょうこれが我らのよいしょ。ありがとう太郎ちゃん、疲れるね。大変だったね。半分しかさばいてないんですけどねあと 1.5 匹いるんですごいよね、いっぱい食べれちゃう。大根もできちゃう。大根もいただいたから、うん、ちょっと食べてみようよ。うん、これいただいたやつ。うん、え、ではタオちゃんがさばいたやつ。はい、いってらっしゃい。おお、すごい、プリプリ。うん、おいしい。ブリブリ、ものすごい弾力がある。うん、なんかすごい噛み応え。すごっ。なんかスーパーのと全然違くない。うまっ。うまいね。いや、ありがたいですね。感謝です。ありがたい。こんなにたくさんブリチラシ、ブリチラシになってますあれ食ったじゃん。全部食べた。えらいじゃん、えらいじゃん。あの人はいらないみたい食べた。美味しかった。1個ですね。はい、
これらもこんないっぱいあります。めっちゃいっぱい、うん、ちょっと今まだ途中でやめちゃったけど、あと1匹とカサゴくんがいますので、うん、これをさばいて冷凍して、あと夜は今日はクリスマスなんで、まあ、プラス結婚記念日ですので、ステーキ食べに行きます。はい、はい、なのでこの人たち初のお留守番、まあ2時間ぐらいだけど、うん、ね、頼みますよ、お留守番仲良くしてくださいよ。ということで、はい、本日はですね、はい、ブリとか大根とかいただき物またたくさんしてしまったのでね、はい、せっかくなんでちょっとさばいてワンコにあげてみたと。はい、うまそう、まあ、ビビりながら食べてましたけど美味しかったかな。あ、美味しかったみたい、めっちゃ。お皿まだ舐めてる、うん、また食べようか。あるよ、まだここの中に。あ、そうなの、うん、じゃあ食べるね、うん、後でじゃあまたあげる、うん、ということで、ゆるい日常ですけれども、はい、キャンプの動画とかもね、もろもろやっておりますので、ぜひチャンネル登録してもらって、そちらも見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、プードルバージョンで、はいはい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、ありがとうございました。斉藤でした。ニッコでした。ニッコさん、ブリうまいね。メイリさん、魚は無理でした。